着席ください。私からのお礼のお言葉とさせていただきます。本当に皆様方これまでありがとうございました。学校や園で子どもたちの元気満ち溢れるそういう姿に接したり、菅スポーツ文化活動の場で元気いっぱい取り組んでいる市民の方々の姿に接するたびに、宇佐美市の教育は良くなってきてるんじゃないかと。少なくとも教育立志宣言の理念の実現に向けて歩んでいるんじゃないかといつも実感をかみしめていました。実感です。皆様は市民に対していつも労を惜しまず献身的に誠意を持って職務に一生懸命当たっておられました。そのことを私一緒に勤務してよく感じました。それは当たり前のことなのかもしれませんけど、当たり前のことを当たり前のこととしてしっかりやるということが、これがやはり公務員としての責任だと思いますし、それが果たされているということは、教育立志宣言にあります、人をまちづくりの原点とするというこの精神がしっかり実現されている一つの証ではないかと思います。ぜひこれからも自信と誇りを持って仕事に当たっていただければ、幸いです。4月からは私新潟中央高校、もう明日からですけども赴任します。創立1900年、明治33年ということで、新潟県内で最も古い、それで勤続年数、それから職場は違いますけれども、一生懸命仕事しまして無事今日を迎えることができました。もちろん支えてくれた家族はもちろんですが、一緒に仕事をしてくれた皆様のおかげと感謝申し上げます。ちょっと少し私を皆さんに努力したいと思ってます。多分皆さんも同じ考えだと思ってます。明日からそれぞれまた別な道に進みますが、それぞれ場所で精一杯頑張りたいと思います。はい、それでは花束の贈呈をお願いいたします。はい、花束の贈呈をお願いいたします。